はい、それじゃあ、ですね、10メガ構成用プレシジョンシンセサイザーの紹介ということで、トランジスタ技術でですね、GPS のに同期した10メガ出力を出すキットが販売されています。それの安定度をですね、皆さんに紹介したいと思いますので皆さん先ほどもおられた方なんで見ていただいた方なんでまた繰り返しになっちゃうかと思うんですけどですね、GPS の信号ね、まあ SDR ということで SDR ファン祭りということで、私の時代はですね、短波ラジオを自分でコイル巻いて、それでアンデスの声を聞いた時代の人間なんで、ちょっとこの SDR ファン祭りはちょっとダメじゃないってこうちょっとお話ししたんですけど、まあ頑張って やりましょうということで参加させてもらいました。で、GPS の信号ね、今あれですね、皆さんどうですか、今日巣鴨からここへ来るときスマートフォンで検索かけて GPS で来られた方もおられるんじゃないですか。 GPS に誘導されてね、そういう方がおられるかと思うんですけど、 GPS 距離を測定できますよね。距離測定できますけど、これどういう原理なんですかね。みんな、なんかもう当たり前に使っちゃってるからね、あれ本当のベースの原理はどんな原理ですかね。距離測る、これあれですね、私もあ、こっち切り替わっちゃったな、ここに書きますか。じゃあこれですね、これがベーシックの原理ですよね。道のりイコール速距距離、ね、速さは何ですか。速さはこれは宇宙からこっちでも通信する場合もこれ電波だよね、電波ですよね。電波は真空中空間ではどのくらいのスピードですか。三掛けの10の8乗ですよね。汚い字ですいませんね。メーター1秒間に三掛け10の8乗メーターね、1万光年前の光が届いたってことは3×10 の8乗で電波が飛んできたということですよね。で、道のりを測るにはこれはもう絶対ですよね。一番の、ね、これは覆られないですよね。一番速い時間、一番速い速度で、あとは何が分かればいいんですか。あとは何が分かれば距離、道のりが分かるんですか。時間だよね、時間です。これを GPS がくれてるんですよね。 GPS がくれてるってことでしょ、ね、だから私がここにいる腕時計が、腕時計今日してないですけど、腕時計と巣鴨の前の駅前にいる人の腕時計の時間が同期を取れてれば、ここから向こう電波飛ばして道のりこの速さかける時間で距離が測れちゃいますよね。これが GPS の究極の原理ですよね。だからロンドンにいる人の時計が私の時計と同期してればロンドンの人と私の距離が測れちゃうんですよね。これが GPS の根本の原理ですよね。で、それを GPS が誰でも使ってくださいってことでタダで電波で送ってきてくれてるんですよ。じゃあそれを使いましょうとね、
で、GPS の場合は元は距離を、ね、距離を測るっていうことの製品っていうかそういうものがですから、それを、ね、実際には 1Hz ですか、 1ppm、 1Hz の、ね、絶対時間で、出てますけど、それを周波数軸でね、10メガまで持ち上げてあげて、そうすればこういうスペアナの同期信号、ね、そういうのに使えるようになりますから、いろんな応用ができますよね。でそれをこういうね、あの GPS の、その距離を速距を測るモジュールを使って、それから10メガを変換する、回路をこの中に入れてあるっていう形ですね。じゃあ、まあちょっとね、皆さんご存知のことでね、そんなことまでやるなって言われちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね、信号っていうものをちょっと復習してみましょうよ。私たちがよく使う信号っていうものをね、ね、でこう今周波数10メガヘルツですの信号で、一番上の絵が時間ドメインの波形です。10メガですから一周期が100ナノセコンドですね。100ナノセコンドの絵で描かれてます、ね、制限波です。でその下がひっくり返した状態、周波数ドメインです。周波数ドメインになると今度100ナノセックの、ね、T 分の1で周波数10メガのキャリア1本が立ちます。でも実際に皆さんどうですか、10メガの信号雑音がいっぱい入っちゃってるでしょ。スプリアスもある人もいるし雑音も入っちゃってる。でも究極の制限波であればキャリア1本です。で GPS の信号を扱うから長期安定度短期安定度を扱うということで、今度横軸一番下の C ですね、横軸時間で縦軸周波数で打ったものです。そうすると理想は、理想とする基準信号源は時間1日、1ヶ月、1年、10年、100年、1万年経ってもまっすぐ動かない、これが理想ですよね。理想ね、だからこの信号が欲しいんですね。でよくね、周波数の精度と安定度っていうことで言葉がちょっとこう入り混じっちゃうようなところがあるんで、まあこれもちょっと復習がてらね、これスライドにね出してます。まずこれ横軸時間ですね、時間ね、で縦軸周波数です。ブルーで、グリーンで書いたライン、ここ10メガです。10メガより一番上のね、これはオフセットを持ってるって形です。周波数のオフセットを持ってるっていうことは、で時間軸ではあんまり暴れてないですよね。時間軸で暴れてないっていうことは、これは周波数の安定度はいいんですよ。安定度はいいけどオフセットが生じてるんです。これ皆さんね、こういうのこのセミナー聞いておられるね、こういうあれですから、きっとあの OCXO とかね、ルビジウムとかね、そんなのねご存知かと思いますけど、 OCXO とかルビジウムはどっちかっていうとこの A の信号に似てますよね。買った時は、買った時ってのはおかしいですけど、構成した時は10メガぴったりですけど、電源をオンオフしたりしてるうちにどん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 オフセット入っちゃいますよね。でも綺麗ですよね、時間に対してあんまり暴れないですよね。まあ A に近いと思いますね。で今度は B、 これは10メガにはいるんですけど、10メガを境にこうちょっと上下に暴れてるんですね。これは言葉で、日本語で言うと精度はいいけど安定度が悪い信号なんです。精度はいいけど安定度が悪い信号っていうことですね。で一番下はね、これもうめちゃくちゃ投げちゃいけないです。普通の VCO とかね、そういうレベルです。そうするとね、精度も悪いし安定度も悪いっていうものです。でGPS のね、裸の信号、1PPS の信号をそのまま低倍すると、1Hz の信号を低倍して、ね、
100Hz、1K、10K、100K、1MHz、10MHz を定倍していけばその周波数になりますけど、 GPS の信号は1P、このジッター成分を結構含んでて、まあこの中でどの信号って言われるとこの B の信号に似てるんですね。 B の信号絶対時間は合ってますけど上下するんですね。やっぱだそれを上はクリスタル発信機に似てるっていうさっき私言いました。だからこっちの安定度に置き換えるっていうことをやったのがこの GPS の TG キットです。で、まあ発信機の比較っていうことでね、まあ、こう書いてあります。横軸回路の規模価格です。で縦軸安定度です。で普通の XO10 メガなら10メガの、ね、数十円数百円で売ってるクリスタル、それでクリスタル発信機作ると XO っていう形です。でこれはまあ10のマイナス3乗とか4乗ぐらいのレベルです、ね、ところがそれをで TCXO っていうのはテンプラチャーコントロールで温度で少し制御をかけたものです。それですと 1ppm だから10のマイナス6乗前後ですね。でその上のクラスでテンプラチャーじゃなくて今度 OCXO っていうのがあります。これはオーブンコントロールです。だからオーブンが入っててクリスタルの周りにクリスタルをオーブンで囲んで、それでいつも一定温度にしてるんです。いつも一定温度にしてるからあまり周波数がずれないと。これが OCXO っていうレベルで PPB ってね9乗この辺のレベルです。でその上に行くと、ね、OCXO と、ね、いろんな組み合わせたルビジウムとかセシウムというような、発信機があります、ね、で GPS の、ね、飛んでるあれはこの、ね、ルビジウムとかセシウムクラスのもちろんそれを積んでてね。で先ほどお話したように巣鴨でもロンドンでも同じ時間にしなくちゃいけないからね、ネットワークを組んで、ね、その辺のことは私よく詳しくないですけど、いつも同じ時間がみんなに支給できるようになってるわけです。でせっかくこんな、ね、PPB クラス、あ PPT クラスですね、 PPT クラスの10のマイナス12乗クラスの信号をタダで使ってくださいっていうことなんで、タダで使えますよっていうことなんでタダで使いましょうっていうそういう形です。で先ほどもちょっとお話しましたけど 1PPS に同期した 10MHz を得る PL の構成、まあ、これアナログ PL、まあ、ブロック図で書けばアナログじゃなくてもまあこんなような図になるかと思うんですけど 1PPS イコールこれはどうやって使うんですか、こうやって使うんですか1PPS あいいそういうこれはおまあ、1PPS、1Hz ですね。1Hz の信号を、ね、N 倍分周期、ね、この場合ですと1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、まあ、10の、6乗ですね。10メガですね。10メガ 1Hz、ね、10×E の6乗ですね。ね、倍してあげれば10メガになると。で、ここが推奨発信機だと。で、これで作ればいいじゃん。これで作れば簡単じゃん。っていうような話じゃちょっとないんですね。ここが皆さん苦労しちゃって 1Hz でねやっぱなかなかできないんですよ。このアナログじゃちょっとできないですね、で、まあ、一番の問題がねアナログで組む場合はこの PFC 位相周波数比較器ねフェイズフレケンシーコンパレーターこれが原理上アナログの回路でね普通のPL の LSI なんかとか等に入ってる、まあ、フリップロップですけど、原理上ねちょっと無理なんですよ、かかったとしてもかかったとしても5時間かかるとか6時間かかるそういうレベル最悪ね。でその辺はちょっとねあの説明すると PL の事業っていうかそっちに入っちゃうんで、そこはちょっと割愛しますけどちょっとこれじゃ無理なんですね。無理なんです。で、これがこの中に、これを、ね、ソフトウェアプラスして、今さっき言った即興の GPS モジュールっていうのが、いろんなメーカーさんから出てます。
で、ここで U ブロックスのね、このキットでは U ブロックスの、7M だったかな、 NEO の 7M っていうのを使ってますけど、それの10メガの出力波形です。これ10メガの出力波形、さっきもね、向こうでお見せしたんですけど、じゃあちょっとこれもちょっとお見せしてみましょうか。ちょっと待ってください、時間が。この中に U ブロックスさんの、ハイブリッド IC が入ってます。そこからタイムパルスをもらって、そのタイムパルスを、10メガに置き換えるっていう実験をしてる、そういう回路なんですけど、このNEO の NEO の 7M っていう、U ブロックさんのあれも、10メガ出ます。だから10メガ出る今設定にしてみますからね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね、これが難しいんです。 10Hz、100Hz、1K、10K、100K、1Mb、10Mb ですね。はい、じゃあスペアナに切り替えてもらえますか。これ10メガ、 U ブロックスさんの 7M から出る10メガです、ね。今スパンが100メガですね。これだんだん分解能を上げてきます、ね。今10メガのスパンです。今1メガですね。こうやって雑音実態が悪いんですね。これじゃちょっと、これでスペアナちょっとこの10メガで使うってことは無理ですし、まあオーディオ屋さんのねクロックでもとても使えないだろうし、これが今スパン 20K ですか。じゃあここの辺でちょっとメモっておきますか。ちょっと分解のバンドアバーをね 100Hz にして、まあスプリアスの状態をよく見えるようにして、まあこれをじゃあちょっとメモっておきますか。はい、これでメモりました。で、今度この GPS のねキットから10メガを出すように設定します。で今ね、はい、今同期がほぼかかりました、ね、同期かかってます。こちら側はこれですね。でこれを比較するためにこの10メガを、はい、こんなきれいになりました。そういう回路を TG キットの中に入ってますそういうことです。でですね、じゃあ元に戻りますか。まあパソコンにちょっとしてください。ね、まあこれが結果の今のあれしたのをちょっとスライドにね、パワーポイントの資料に入れたものですね。でこれ何やってるかっていうとね、こう今 GPS のね NEO のタイムパルス GPS タイムっていうのを 1K とか 40K をこう出すようにしてあります。で今の回路は 40K にしてますね。ちょっとでもスピード速い方がいいんで 40K にして、で N250 にして10メガ出すようにしてますね。10メガで先ほどお見せしたように こんなぐちゃぐちゃの信号でしょ。ぐちゃぐちゃの信号を光学にきれいにするためにこの PLL の、ね、ループ帯域幅っていうんですけど、この吹き管の、ね、あのループ帯域幅を、ね、あのここ、まあ、5Hz って書いてありますけど、今のバージョンと 2Hz ぐらいかな、2Hz ぐらいにして、まあ、これあんまり小さくすると今度ここが
クリスタル発信機ですごくふってやればふわふわって動いちゃうんで、この場合も今あのケース入れてケース裸のですので風とかそういうのでもねあのスッと動いちゃいますんで、まあちょっとこれ 5Hz ですけど今のバージョンで 2Hz ぐらいにしてありますね。で、要はこの不要な速波帯ジッター分ね、ノイズこれをまあ PL で落としましたっていうこういう原理ですね。こういう原理です。で、安定度をねちょっと、これはね、ネオの 7M と GPS の比較ですけど今度2台のね2台のあの GPS の GPSDO の2台のね比較をちょっとしてみましょう。本当はねあのそういう専門の測定器があればいいんですけど高価ですし、見るのに時間もかかりますし、ここではねあのリサーチ図形でね やりましょう、ね、リサーチ図形の、お城でね、リサーチ図形も最近あんまり使わなくなっちゃったんですけどあの便利なもんですよ。あの USB のお城なんていうのは XY モードなくなっちゃってるのがあって買ったのに使えないっつってよく調べないもいけないんだけど買ってからダメだったなんていうのをちょっと経験しましたけど、ね、リサーチ付けです、ね、XY モードにもし同じ信号、ね、X 軸 Y 軸に同じ信号が入れば、ね、ここ1番です1番です。だからここの1番です。で2番のピークになったらここです、ね、ピークでここで3番でまた0に戻るんでここです。で4番で今度谷の方4番で谷の方ですからここです。ということは全く同じ信号位相が全くずれてなければ一直線にこうなるわけです。で位相がずれちゃえばこれがねだんだん丸くなっていくわけですね。でさらに位相領域からずれてもっとずれて周波数領域になってしまえばこれもうぐる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 回っちゃうわけです、ね、じゃあそれでちょっと、簡易的ですけどね、まあこれはちょっとそっちの画面出せないんですけどこれ今 GPS に同期した10メガですね。でもう1個入れてます、ね、2台の GPS の信号です、ね、周波数10メガですね、それで XY モードディスプレイ、はい、こういう感じですね。ぐるぐる回らないですよね。ぐるぐる回らないから位相同期位相ずれの範囲内にはいるってことです。で強制的にVCX これ周波数数ヘルツね6個外すってことです。1ヘルツぐらいずれます。そうするともちろんぐるぐる回っちゃいますよね。でロックをかけます。はい、ロックがだんだんかかって、はい、ね、こういう形です。だからあれですよね、 GPS の電波というかそれで乗ってきた時間軸情報を2つの発信機に同期、ね、PL 使って同期かけて位相領域までここまで追い込めてるってことです。でちょっと前まで私なんかもこういう仕事、ね、こういう分野の仕事なんですけど発信機作りました。10メガのクリスタル発信機作りました。鳥まで調整します、ね、もう1台も調整します。 1Hz 以内が欲しいっていうから 1Hz 以内リサーチ図形使って調整できました。いいじゃない。数分経ちました。ぐるぐる回っちゃってます。そういうことですよね。でも GPS で同期取ってるからいつでも問題です。ロンドンにいる人がこれ使って同期取っても位相同期のレベルまで追い込んでるわけです。で位相脱毛、ね、先ほど見せたように綺麗な状態になるわけです。まあこれが結果ですね。こっちはちょっとあれですかな。で VCXO と OCXO のバージョンのものを
ここあります。キットではまだこの V6O バージョンしかちょっと出してないんですけど、V6O ですね、今、まあ、10メガとかその辺の低い周波数、数百メガであれば、問題ないですけど、周波数が高くなるとね、やっぱそのクリスタル発信機自身の、揺らぎがね見えてきちゃいます。でそれちょっとね実験でね、あの XO とね OCXO どのぐらいね、ノイズが良くなるかをね、4ギガにねアップコンバージョンした状態でお見せしようかと思いますね。まずはじゃあまたちょっとスピアナに変えてもらえますか。スパン 2K ぐらいにしちゃうんですか。 2K だとちょっとあれか、まあいいか、 20K までしとくか。これが今は VCXO バージョンです。 VCXO バージョンね、これをメモっていきますか。まあもうダメですよ、あの10メガではもうほとんど比較できないです。スペアナの自分自身のノイズが見えちゃいますし、ダメですね。まあ一応お見せするっていう形で、こっちは OCXO バージョンですね。ほとんど同じですね。ところがこれを4ギガまで低倍しています、 PLL で。それがここに、ね、あるあのブロックなんですけど、じゃあですね、まずはまずは測定系のノイズをちょっとお見せします。スペアナの10メガ、これ自分自身の持ってるタイムベースですね。それをこの4ギガへ低倍する PL の、あの基準信号とします、クロックとしてます。で、ちょっと待ってください、センター、何やった、4ギガですね。デフォルトで4096になっちゃってるな。もう一個ちょっとマイコンで、もう一個、もう一つデータ、これで4ギガですね。いや4100メガですね、センター4100メガ信号ですね。じゃあこれ、じゃあちょっと分解のモッター上げてピックサーチしてマークありますって、そうですね、スパン 2K ぐらいまで持ってきちゃいましょう。これ今スパン 2K です。ちょっとピックサーチマークリファレンス、んちょっと待ってください、なんかおかしいね。これですね、自分自身ですから自分で見るから、ま、ぴったり真ん中に来なくちゃおかしいですからね。これのクロックを使って自分自身で自分を見てる、 4ギガに低倍したのですから真ん中に来なくちゃおかしいですよね。今ちょっと設定がねずれちゃってましたね。はい、じゃあこれフロアノイズです。だからこの測定系だとこれ以上はもう見れないっていう、これ以上のノイズ下がっちゃってれば 見れないという形ですね。で逆にこのレベルに来ればね、あ、いいんだということです。はい、じゃあこれで今はスペアナの10メガですけど、はじめにVCXO を使った GPS に同期した VCXO の10メガです。さっき10メガですと、さっきの 10メガの比較ですと全然見えなかったですけど、ね、4100メガに10メガを410倍です。410倍ですからログ換算で
52dB アップしてるんですね。だから410倍周波数、410倍周波数したから位相雑音スプリアスも52dB アップです。410倍アップ、 52dB アップしたっていう状態です。だから、クリスタル発信機ですと XO ですと、まあこれ今ケース外しちゃってますから特に悪いかと思うんですけど、こんなことやれば悪くなると思いますけど、風でもね悪くなっちゃいます。じゃあこれを OCXO バージョンにします、ね、OCXO バージョンにしてみましょう。 OCXO バージョンですと、この OCXO もそんなで高価なオーブンが入った OCXO じゃないです。そこそこきますよね。ちょっとスプリアスがこうあるのは、まあこの U ブロックスのこういうの、まあなんかガチャガチャやってますからね。もう短期間程度いいですよね。だからギガヘルツでね、GPS のこういうのを使う方はやっぱ XO の方、でも数百メガヘルツであれば、まあOCXO じゃなくて XO タイプでも十分かと思いますね。はい、じゃあちょっとまた戻さなくていいかな。じゃあね、おまけ、おまけじゃないですよ、おまけで、これ紹介っていうか、まあどうしましょうか、これでいいか。今度ね、コムジェネレーターっていうのをちょっと紹介しますね。でこれ、あ、映してくれましたね。ここスタート 0Hz です。ここストップ 1GHz です。で、5メガです。スパン50メガで5メガ間隔の信号が 1GHz まで、まあほぼフラットにこうバーッと出てるわけです。で、こうマイナス 30dB、こうマイナス 40dB のラインです。ね、これフラットな信号。ですからこれで GPS で同期を取れば5メガ間隔のマーカーになります。GPS に同期した。それをじゃあ実際の回路を、ね、ちょっとお見せして、見ます。じゃあまたスペアナにちょっと書いてみますか。ちょっと待ってください。じゃあスタート周波数0にしてストップを1ギガです。これ0から1ギガの5メガ置きの信号が全部出てるんです。スパン50メガ5メガ置きの信号です。今センター500メガですね。これ1ギガ、こういう信号です、ね、GPS で同期を取れば全部の周波数、これが GPS のタイムに同期した周波数になります、ね、こういう、まあ、回路の紹介です、ね。GPS ね、どうぞ使ってくださいっていう形でなってますんで、ただで使えるんでね、こんな風なね、測定器のね、こういうのにもね、使えると思ってちょっと紹介しました。もう時間ですか。はい、じゃああれですね、あとはキットの中をちょっとあれしようかと思ったんだけど時間なんで、ここで終わりにしたいと思いますね。はい、これちょっとキットがあるのを、はい、キットがあることを少し、あ、それをちょっとこの後のスライドでやろうかなと思ったんですけど、時間がやる。あと5分。10% 引きなんですか。ちょっと今在庫が今切れてるんで、入ったら、はい、予約入れてくれれば。あ、今在庫がないんですけど、予約を入れてくれれば 10% 引きですか。10% 引きっていうことだそうです。でこれ
これ内部の写真ですね。内部の写真ですね。これが、U ブロックス社の、ハイブリッド IC ですね。でこれを先ほど言ったように10メガ出力だけです。そのまま10メガ設定するとあんなにひどい波形ですので、まあ、ここの PL グループでそれをきれいにしてますという回路ですね。で全体のブロックはこちらでして、まあ、単純に10メガのクリスタルで PL のループがこう入っているわけです。で、このキットの場合ですとここのタイムパルス40件にしてますね。だからこの辺は私もそんなにたくさんは実験してないんで変えてもらって、その代わり PL のループフィルターちょっと設計し直さなくちゃいけませんけど、変えることができますね。で OCX バージョン、これちょっとまだキットになってないんですけど、こう OCX に変えたものもまあ、試作でもう作ってあります、ね、その場合VCX を OCX をこれ、ね、発信機の感度ももちろん違いますので全く同じ乗数ではちょっとできませんので、ね、VCX バージョンで OCX バージョンのつく、OCX に乗せ替えられるパターンももう用意してありますので、そういうのを得意な方はご自分でやってもらうと、そういう形ですね。で性能的には一応 GPS 時刻に同期ということで高照値、ね、高照値として 1×10 のマイナス12乗以下ということで歌われてますので、一応その角度を記載しましたね。で、出力は3インハの方が 6dB、区形波もまあ 6dB 以上ということで、ね、5乗無出力でね、まあ、これ何やってるかというと区形波ですから、もともと区形波ですから、こっち3円出力ですね、こっち区形波出力、3円出力の方にはフィルター入れてるだけです ね好みの方で、ね、使っていただけるようにっていう形ですね。はい、まあ、これはいいでしょう。はい、以上ですね。